れもまた変わってるな。霧を使ってるみたいだけど、劇場亭の喜劇感とは全く違う感じだ。えぐいな、なんかこの機械もえぐくない見た目。えぐいよね。じゃあ、この奥ですね。卵の先がどうなるのか。中が見えそうだ。見えないな。でも何か音が聞こえる。卵が帰ってるのか。何これ、こいつは。細かいところは違うけど、ビビそっくりじゃない。誰かが来る。ビビだが、そんな、これお母さんだ。仕方ない。じゃあ何するの。ちょっとすごいな。キャムグ、ごめん、でも静かに。あ、今なんか騒いだかい。開いた音だな。いや、何もないよ。そっか、ならいいんだ。そろそろ時間だ、急いでくれよ。あいよあ、そこで詰めてくのか。ジタン、あー、こぼれた。あ、リビー、あ、スタイナお頼み申す。もうダメだ、もうコント集が半端なくてダメだわ。どうしても城へを連れて行かねばならぬお方がおられるのだ。カゴシップはいつこの村に来るのであるか。よし。ふむ、これでよろしいかな。お、わしゃ忙しいんじゃ。わしゃ忙しいんじゃ。あ、買い物してるの。一体ここは何をするところであろうか。今抜かしちゃったな、セリフ。ごめん。待つんだー。先に入るとあれだっけ。お前一つだろっていうね。おお、ちゃんと譲ってあげて。このセリフ出るね。劇場亭の模型であるの。今にして思えばタンタラスといえばウィンドブルムの人気劇団ではなかったのか。本当にね。あやつら盗賊以外の何者にも見えなかったが、人相悪いからな。スタイナーはコーヒー好き？あれか、わしはコーヒーの香りを嗅ぐと心が落ち着くのでな。前さんもどうぞ。あ、くれるの。いや、これは片付けない。もらうのかよ。飲んでるし。そのような話はしておらん。素直にカーゴシップの来る時刻を教えるのだ。さもなくばここアレクサンドリア王家が一時的に撤収する。すごいこと言ってる。撤収してどうなさる。カーゴシップの来る時刻を言うように命令するのである。教えるのだ。そんな一本調子ではままならぬことも多かろう。ままならろうとなかろうと
正しいことをする。それが一番なのである。ほう、お前さんは正しいかどうかを判断できるというのだね。正しいか正しくないかは誰にだって分かろう。見た目に似合わずお若いの。えい、看護師っぽは一体いつ来るのである。操作ももうとっくに来ておる。積み込みも始まっておる時間だ。なぜもっと早く言わんのだ。かたじけない。あ、行かねえのかよ。自由かよ、ここ。わしゃ講師に目がなくての。おぉ、飯はまだかのと同じだわ。いいな、じいさん。じゃあ戻ればいいのかな、これで。お、看護シップではないか。もう来てるね。いいな、看護シップっていいね。なんかかっこいいね、これ。飛ぶんでしょ。これで姫様を城へお連れすることができる。あとはいかにして乗っていただくかであるが。やや。地面から何か出てくるのである。なんだろう。本当に景色もいいし、いいところなのにね。それにしてもこんなにたくさんの人形、何に使うのかな。半年前に工場を作ってうまくいくようになってからもうかなりの数を作ってるだろう。おかげで畑仕事より楽にお金が手に入るんだから何だっていいんじゃないの。なんだ、すごい顔をした男がこっちに来る。なんだか知らないけど逃げよう。むむむむ、あからさまに怪しい。お前もな。こんな村から一体何を運び出そうというのだ。うんうんうん、びっくりした。今樽が動いたように見えたが、どうしたものか。剣でついてみる。ちょっと、え、つきたいな。もう少しでも調べてみる。ふーむ、この模様どこかで見た気が。わかんないのか。おお、むむ、確かに動いている。よし、もう一押し。あ、ついてみればよかった。剣で。お、樽が喋った。お、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 無言。どっちかしか見れないのか、これ。くそー。姫様、これは一体どうなっておるのですか。さては、この男がよからぬことを企んで。静かにして、スタイナー。は。あ、落ち込んじゃった。実は私、ビビに言うべき言葉が見つかりません。城とビビに関係があったなんて。決まったわけじゃないさ。とにかくビビのそばにいてやろう。いかんいかん。騒いでいる場合ではないのだ。悟られるようにして、姫様はカーゴシップにお乗せしなければならないのだ。絶対無理でしょ。お乗りさえすれば、アレクサンドリア城はすぐである。おっさん、この飛行艇の行き先知ってるか？リンドブルムである。うわぁ。うわぁ。ダメだろ。そりゃ好都合だ。けど誰に聞いたんだ？あ、あの岩小屋の老人にである。問題はないのである。
なんか変だな。なんか変だね。あ、やべえ。装備整えてない。したいな。出てきたな。ガネット姫、女王陛下が城でお待ちだ。お前ら城のやつだったのか。お前ら何のことである。氷の洞窟でおっさんたちが倒れてた時、似たやつに襲われたんだ。一号を倒したのは貴様か。我が名は黒のワルツ2号。だいぶでかくなったな。すべての能力が1号の上を行く。抵抗など考えるだけ無駄だ。ちょっとドラゴンボール感がちょっと。姫よ、おとなしく従うのだ。嫌です。私は帰りません。従わないつもりか。辛い目に遭うぞ。またねよ。姫様をお連れするのはこのスタイナーの任務である。そんなことするか。かわいそう。スタイナーマジで。我が任務邪魔はさせん。ああ、バトルだ。黒のワルツ2号。姫は周りの者を倒すまでおとなしくしていろ。ああ、我が任務の邪魔はさせん。瞬間見る。宝剣、あれこそ宝剣は平気。やっぱりいいな。怖いな、ちょっと。うん、見せない。魔法使うと返してくるのよ。レザープレート。だが、こいつやったな。あれ、今貯めたっけ、私。貯めとく？ちょっと。ありません。次か。今のマルチ。おつーよ。お返しするぞ。返してくれる。またある。ファイヤーこうやって使うのだ。やっぱ来るんだ。誰に来る。やばい、やばい。あっちゃー、全員なった。調子乗ったわー。ビビビビ。初フェニックスの方が。いやー、やっぱダメだったやつか。魔法禁止。ひどすぎる。ビビやめて。よしよし、スタイナーでいい、スタイナーでいい。まずビビを。戦う。うん。今度スタイナーやばいな。戦う。ケアル。危な。向こうのがやっぱ強い。ビビちゃんより。いた。ひたすら戦うの。我が任務は姫を連れ帰ること。ファイラ。ビビー、また死んでしまった。ビビが、やばいやばいやばい。早く生き返らせてくれ。まだか。やばいやばい。こんなにやばいことある。おっさん、ファイラーはやばい。結構全開だったんだね。やばい、また来る。急ごう。早く倒したい。
外にボスが強いっていうね思ってたより。いけ、よし、 なぜだ。よっしゃ、おーい、ザグナルのカード。黒のワルツ2号。本当にお母様が放ったものなのかしら。何をおっしゃいます。あのようなものの言葉に信ずるところなどありませぬ。王女というだけで不届きなことを企てる者どもは城から離れるほどいるものであります。私の素性が周りに知れてしまったということ。生まれ持った高貴さはそうそう隠し通せるものではございませんからな。そりゃ違うな、おっさん知らないだろ。だが頑張ってるんだぜ。問題はおっさんの態度だよ。姫様って調子であっちこっちうろついてるからさ。確かに確かに、国境越えのことなんだけどしたいな。はい、こいつに乗せてもらおうと思うんだ。おー、飛空艇ならリンドブルームも遠くありませんわ。いえ、遠くないわ。でもその前にちょっと休んでいきませんか。あー、休んでいこう。ちょっとあの宿嫌いだけど宿で休んでいきましょう。分かった、じゃあ村に戻ろう。ビビ、俺のそばから、そばなら安全だからな。ね、さてさて、じゃあちょっと回りましょうかね。全く近頃の若いもそればっかだ。そばばはね、畑を守ってるんですよね。地面の模様は飛空艇が着陸する時の目印だったんだな。ね、そういうことだったんですよね。美味しそう、かぼちゃ。トウモロコシもあるのかな。で、普通にビビを釣れちゃうっていう。なんかここ乱れるなぁそれがいいんだよね。したいのはなんか装備できなかったよ。アイアンソード、あ、いいね。レベルアップとかもある。装備、あ、7も使うね。レベルアップするやつでしょ。レベルアップするのが早くなります。嬉しいな。キラー系はちょっとお金がつけておきたい。あー、まあ、しょうがねっか。レベルアップは。ちょっと村一回りして、出発しましょう。ごめんなさい、まだ準備中なんです。同じことしか言わないね。まだチョコが残る。あれのおかげで畑仕事しなくて済むんだ。まあそういうことですよね。あれを生産して生計立ててるわけだよね。あー、聞こえるけど、なんか下のねえ、あれ見ちゃったから。まだ村長ダメ。尊重酒ね。あ本当にダメだ。どうしようかな。あっちモリットさんの方まで見に行く。
とかしてくれないんだね。森田さんちょっと見に行こっか、すぐだし。あ、届い、あ、来てる来てる来てる、へーすごい、いいな。実際に見れるの、カーゴシップ結構でかく見える。森田さん、さっきは変な輩が申し訳ございませんでした。わしゃ甲子園に目がなくての、そればっかだな。飯はまだかの、行こうじゃ、ちょっと。それだけだったね。回復してるか？あ、おい、よく寝てるな。寝たふりだからな。おいおい、あ、来た。あ、これはどうもすいません。ん？捕まえたんじゃなかったのか。親父さん、可愛いからって見とれてもらっちゃ困るな。またいえ、お嬢さんではなくて。あ、いやいや、どうぞどうぞ。平常心だ。面白いな、こいつ。ん？あ、ただ？ただかな？ラッキー？じゃあ、最後にこれやろう。からあらない。今日何をやってもダメな日はあります。歩けばつまずき、食べれば腹痛、物はなくなり、出会っても最悪。最悪すぎるこれ。家に帰って寝てしまうに限ります。最悪だこれは。そんなあなたの今日のラッキーカラーはグリーンだそうです。最悪だ今の内容。考え事か。じゃあね、またね。でも来ないかな。あ、じゃあセーブしよう。さてさて、行こう。無事リンドブルムにつけるんですかね。行きたいけどな。覗き見できないのか。この村ともさよならだね。本当にいい村だと思うんだけど、これいつ取れんだっけ。もっと先だっけ。最高、そろそろ行くか。宮廷に乗せてもらえるよう頼んでくるから待っててほしいんだ。ふんふん、自分が頼んでこよう。怪しい。へえ、おっさんがどういう風の吹き回しだい。姫様のことをか思えばこそである。貴様のためではない。あ、行ってくる。スタイナー、リンドブルム行きには反対していたのに。スタイナーは反対していた。城で見た樽を積んでいる。ジタン、この飛空艇は本当にリンドブルムに行くのでしょうか。
うん、間違いなくアレクサンドリア城行きだろうな。わかってるよね、そりゃね。どうしてジタンも乗ろうって、声が。ひどいダガーになっちゃった。どうしてジタンも乗ろうって。うん、うん。大丈夫、俺がなんとかするよ。ジタン。どうした、ビビ。村の地下で作られてたお人形って、僕にそっくりじゃなかった？ああ、やっぱ気になるんだよね。似ていた、とか、うん。うん、って感じだな。似ていた、うん、そうでもないにしとく？そうでもないよ。そうでもないぜ。人形は人形さ。それより気にしすぎてこけないようにしろよ。動き出した。おっさん何やってるんだ。仕方がない。乗ろうだが。リンドムルムに行かない船に乗るの？説明してる時間がなさそうだ。任せとけってか。こっちこっち。ほら、急いで。やば。大丈夫だって。ほら、もう、飛んじまうから早く。こんなこと言われても。リンドブルムに連れて行くって約束するよ。わかりました。乗ります。飛ぶぜ。あ、柔らかい。名シーンのやつだ。わざとじゃないし、そんなに怒らなくても。そのことはもう結構です。ほらほら、血が出ちゃってる。ビビ、大丈夫か？吸い込まれそう。怖いな。高いとこだな。か中に入りましょう。ビビ、怖い怖い怖い、端っこ怖い。ジタン、私あなたを信じてますから。まだ信用されてないのに、まあ、ここで頑張りゃ熱い宙の一つだな。あ、お、もうジタン、うん、どうした、何があったのか。ビビが、ビビが